今日は写真集お渡し会イベント in 東京でございました。ありがとうございました。いや、お風呂入ってない。まだ固め取った前髪をこうガサーってしたらバッサバサになりました。こんばんは。今日は早めに配信しようと思ってたんですけど、でもいつもより早いか。うん、ありがとう。初タイムできてよかった。ありがとう、お久しぶりでした。ありがとう、ありがとう。久しぶりに会えてね。お久しぶりの方多かった。初めましての方も。なんか写真集の発売の写真集を発売した、その写真集発売のニュースで私を知ってくださって、今日来てくださった方もいらっしゃったりして、そう、写真集きっかけですごい嬉しかったです。こんばんは。今日は寒かったですからね。待っててくださった皆さんのところが一番寒かったと思うんですけど、ありがとうございます。私のところもね、ちょっと寒くてね、ちょっとだけね、なんか風邪ひいてないかな。こんばんは。ありがとう。なんか風邪ひいたかも。そのなんかなかったよ。本当？昔からおじいさん。タワー、猫タワー、ありがとうございます。にゃんにゃん、ありがとう。イベント終わりにシェイクシャク食べました。え、私もこんばんは。3冊全部渡されるの新鮮だった。そうなんですか。普段はどうなの。今日はね、いつもあの担当、今日は何て言ったらいいんですか、案件の時って、マネージャーさんが自分の担当じゃないこともあるんですけど、今日は担当のマネージャーさんがあの帯同で、あの今日のお渡し会にもいてくださった、あの私の写真集の X の声の主がいらっしゃるんですけど、その方とマネージャーさんとシェイクシャック食べに行きました。マネージャーさんもね、シェイクシャックねのファンになったんだ。本当はね、今ね期間限定でやってる柚子胡椒のチキンをね食べようと思ったんだけど、なかった、売り切れてて。
キュー、今日はサンキューの日や。昔から昔からおじいさん、ありがとうございます。ありがとう。私が書いた垂れ耳うさぎ、最近ね、3月1日にね、垂れ耳うさぎのヘアターバンが出たんですよ。でもね、買えなかった。元のダイソー行ったらどういうことで当たるくらいなら。ダイソーってね、結構48流れがちな気がする。私この前はダイソーで早送りカレンダー来ました。位置的には私書いて握手書いては違う感覚。でも似てましたね。美味しかった。でもシャックバーガー食べました。柚子胡椒チキンが売り切れてたから。あとピーチレモネードがね、一番好きなんですよ私、多分今までの中で。そうそうそう、今日初めてリオンピースウィングスタジアム4対0じゃなったじゃん。いいね、光の加減かなんかとても綺麗。今日はね、メイクさんがメイクしてくださったんですよ。写真集チームの方と最後のお仕事で、今日が広島はね、広島のいつもお世話になってるメイクさんがいらっしゃるので、もう今日がね、写真集3泊4日共にしてくださった市川さんと木村さん、メイクさんとスタイリストさんとのお仕事が最後でございまして、その市川さんがメイクをしてくださいました。だからいつもと違う顔が、ありがとう。このマーケットだけで1分で星乗り切れて泣いた。早すぎ。久しぶりに新宿行ったらまだ工事してた。え？新宿も？サザンテラス？同じく今日売り切れてた。え？一緒のとこかな？ねえ、想像以上に喋れたのに驚いた。なんかね、私が書いて渡すまでが遅かったんですって。グフフ。私のせいであり、私のおかげってことですね。万歳。明日のオンラインサイン会とかめっちゃないですよね。ねえ、どうなんだろう。ありがとう。はい。新宿も大規模工事中。そうなんや。どっかもね、今日ね行った渋谷、なんか渋谷にシェイクシャックがあるって言って
行ったんですけど空いてなくてそうなって違うとこに行きました。お渡しされたら移動しなきゃいけないのかと思って早く帰りたいとか。確かに。でもお渡ししたら皆さんさよならしてたかも。今日も京都で可愛すぎてありがとう。ビンゴの景品知ってオンライン1000回買いました。本当？今日ね、私の頭の中で使ってた書道用のハンコがあるんですけど、それも押してね、写真集で書いた半紙に。固定行けなかったからゲットした。でもビンゴじゃもんね。ビンゴビンゴビンゴ、なんならその時に見せるのみんな。まだ買いませますよ。買います、買い足す、買います、まだ買いませます。23時59分まで明日、写真集のオンラインサイン会があるんですけれども、その受付を本日の23時59分までしております。明日には買いませなせんので。囲み取材の練習しましたか今日？お話し会会場なんか病院の診察室。おばちゃだ。ごめんにゃ。顔ほどに当選率当たる。あん。実際に目を合わせると綺麗すぎて。あ、ありがとう。まだ22冊使ってないから少し買いたします。お、マッカン大福さん写真集ゲット、ありがとうございます。ありがとう。明日の分は申し込んでる。本当？ビンゴ同時になる人が景品の数超えたらどうなんですか。どうなんじゃろ、どうなるんじゃろ。でも枚数的には8枚9枚10枚書いたんですけど X に載ってるんですよその写真が。でもあれふるさとっていう漢字間違えてるんですよ。だからちょっと載せられるのが恥ずかしかった。そうそう、厳選された5枚ってなっとったけど、もしそのビンゴいっぱい当たった方がいらっしゃったら9枚ぐらいはあるよっていう話。今日は私は ファースト写真集月の市東京での発売イベントが、発売記念イベントがありまして、たくさん皆さんが来てくださり嬉しかったです。ありがとうございます。そしてその後結構時間があったので一回ホテルに行って、でサーヤンの愛と狂気のマーケットに行きました。
まだサヤに言ってないけど。可愛かった。私は左の上から3番目の鏡越しのが好きでした。パネル買おうかと思った。でシェイクシャックを食べて、でコンビニを回り回って帰りました。あとキリーランドも行った。原宿の近くのキリーランドでもなかった。垂れ耳うさぎのターバンがめっちゃ充実。確かにイベントの看板の写真撮ってて、通りすがりの人が、うぞー、知ってらっしゃるのかな。来てほしいね。原宿行ったらベートーベンさんが路上ライブしてた。ええ、今日みのちゃんさんも路上ライブしてたって。今さっき見て行けばよかったなって思いました。あと渋谷駅を歩いたらチラシいただきました、アイドルさんから。疲れなかったの。はい。しかもなんか手書きメッセージ入りのリーフレットチラシでした。私もさ、チラシ配りをやってたことがあるから、 STU でもティッシュ配りしたりとか、あのグループ入る前にね、スプラッシュっていうグループに行って、あのサンフレッチェの試合の時とかチラシ配りをねしてて、その大変さを知ってるから、なんか配ってらっしゃる方がいらっしゃったらもらうようにしてるんですけど、でも SNS やってるのでフォローしてくださいって言ってくださって、ちょっとしようかなって思っちゃった。あれって度胸必要そう。いや本当そうなんですよ。だからさ、あのチラシ受け取った時にさ、ありがとうございますって言ってもらった時の嬉しさってないですか。うちのこと久しぶりに直接見たら大人っぽすぎて少し緊張したけど大体嬉しかった。ありがとうございます、来てくださって嬉しかった。本当に久しぶりの方多かった。チラシ配ったらアイドルさんからチラシ受け取る時頂戴しますって言ったら結構来た。アイドル系のビルいつも渡してもらえないんだけど、なんでだろう、もう知ってるかってランドで持ってた箱的なのって何あれ、ポップコーンのやつ。こんばんは。なんですよ、この前行ったんです、トロブさんと。
ディズニー、ディズニーランド、ランドめっちゃ久しぶりに来ました。東京ダウンの東京で最後にならんように本命当たります。待してます。あとあれ、耳がゴージャスだった。あれもね、ずっとつけたかった、ベルの耳もう超つけたかった。ドロブさんとそのアイドルさんのライブ見たかった。ごめんごめん、違う違う、いきなり話飛びました。あるある、私のあるある。入場までものすごい時間かかるんだって。なんだ、え、全然よ、全然でしたよ私の時は。ベルの耳って何？美女と野獣のベルをモチーフにしたミニーちゃんの耳のカチューシャ。めちゃめちゃ説明必要やな。優しく親切だけど見かけは意地悪よ。ストーリー、歌のチョイスがガチめで、あのチップかわいいよね。でも美女と野獣のあの美女と野獣のアトラクションに並ぶのは2時間ぐらい並びましたよ。そこじゃなくて入場でってこと？並ぶの。ケンタンさん、写真集ゲットありがとうございます。帰りに沖前公園見てたらみちがコメントしてた今日の洋服だった気がする。今日のお洋服？こんばんは。そう、沖前公園見ました。皆さん、私は沖ちゃんの友人代表でご挨拶させていただきました。あのリモート出演というか映像出演だったんですけど、これ言ってよかったのかな。でももう配信ありましたもんね。そうそう、友人代表スピーチをやらせてもらってるので、あの行ってらっしゃる方や配信でも見れるので、まだ行く予定がない方っていうか現地までは行けないかもっていう方は配信でぜひご覧ください。真面目なコメントでした。そうですよ、ちゃんと初めての友人代表スピーチでした。ちゃんとコンセプトに沿った脚本を私が考えました。こんばんは。うんうん、こんばんは。見てない自分に合うの話。そう、お決まりの公演が今日から始まったんですよ。そのね、中の動画、その中で動画が流れるんですけど、コンセプトが結婚式で、私は沖ちゃんの友人代表スピーチを任されて、うん、任されて、表情が硬くありませんか。嘘、確かに設定にこだわるタイプっぽいですもんね。そうなの、
二人がダンスするシーンが好き、美女と野獣。私はでも序盤が好きかも、結構あの変わり者のベル。ボンジュー、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 のところ。ガストンも好き。強いぞガストン。男の中の男ガストン。どなたと結婚するの？ちゃんとマイキュー。全逆だか。そうなのよ。おめでとうございますって言わせていただきました。私もプリンセスアベルが一番好きかも。ねえ、私はさ、もうちょっと前まではさ、ベルとアリエルが好きだったんですけど、でもアリエルも今でも好きなんだけど。ゆうさくさん、写真集ゲットありがとうございます。 Thank you。 アリエルも顔が好き。全ての物語とかトータルではベルが好き。アリエルは顔ファンでも物語ももちろん好きなんですけどね。アリエル中学生の頃かな、高校生、アリエルの筆ペン使ってた。筆ペンじゃない筆箱。ありえるでしょ。美女と野獣の劇団四季が最高なんですよ。マジですごい。福田雄一さんとか工藤官啓さんコメディとか興味ある。私いつか福田監督の作品に出るのが夢です。こんばんは。結構見た。セイントお兄さんとかもですよね。ニーチェ先生とか、ヨシヒコとか。でも48もね、結構福田監督の作品出られてますよね。こじはるさんとか、サッシーさんとか。にゃほー。セレナさんも出られてたよね。実写も見たの？美女と野獣もリトルマーメイドも。実写、劇団四季さんは見ました、両方。美女と野獣もリトルマーメイドも。今日のみちさんのプリンセスでした。本当？ありがとう。あなたの頬のラインが美しく死んでました。最近めっちゃ太ったの。鳩の湯坂の若月さんも確かに。なになになに、何の話？何？何だっけ？何だ？すごいな。です。バレた？劇団四季かいいね。いいんですよ、また見に行きたい本当に。次はアラジンかオペラ座の怪人とかも見に行きたいな。フラッシュやっと書いた。
フラッシュさんめっちゃ素敵でしたので見てください。フラッシュさん今日土曜でしょ、日曜、月曜、火曜じゃっけ、一週ごとじゃんね。四季のアラジンいいですよってなる。いやほんとあのさ、アラジンのさフレンドライクミーがさ、四季バージョンは7分あるんですよ。めっちゃそれを生で見たいの、本当に本当に生で見たいすぎてずっと願ってる。それもフラッシュさんの写真のチョイスを見て編集で印象変わるんだなって感じ。確かに大人っぽかった、フラッシュさんの方が。写真集以外の媒体に載ってる写真が良すぎて、もう一つ写真集作ってほしい。ほんと大人バージョン、にっこりバージョンみたいな。想像の3倍ちっちゃくてキュッてしてた。え、ほんとさあ、パパには YouTube もの登場が得た。あの、ここからはメロディーメドレーをお届けみたいなところあるじゃん、劇団四季さんのフレンドライクミー。あそこ見たいんですよね。舞浜アンフィシアターでもさ、劇団四季さんやられてたりするやん。私たちも立ったことあるってすごいよね。本当にすごい、誇るべき。マジの魔法使いだぜ。今日卒業前にポストカードにサインもらえてありがとう。持ってて、確かにすげえな。でしょ、すごいのよ本当に。髪がね、ここに出がち。私も自分が立ったことあるところに ST が立ってたことあって嬉しかったことあるねえ。この前もあの私のソロツアーが2月19日に広島のクアトラさんであったんですけど、その5日後にね、私の好きなバンドさんのライブが同じ場所であって、嬉しかったですね。そんな喜び方ができるのもすごいことですよね。ありがとう。今日は式場にご友人メッセージありがとう。ああ、ありがとうございます。なんか友人代表に選んでいただいて光栄でした。カートのスケジュールのすぐ近くに書いてあってね、すごい。今日写真集初めて見て言葉失った。え、どうどう。部屋の壁の落書きに好きなアーティストさんないか見たりしない？めっちゃ見るよ。でもクアトロはそういうものなく綺麗。元気を抑えてた。そうなの。
もっと元気な方がいいですかねって考えながら喋ったって、まあ、そう喋ってたから、でもいいよって言っていただきました。もっと好きになっちゃった。本当？どこが好きなの？ハッシュタグ月の位置ハッシュタグ岩原美月ファースト写真集でぜひ感想や一番好きなページのことなどつぶやいてください。まゆりさんのことも記事になってた。そう、おだりなさんには写真集はお渡ししたんですかっていう質問をいただいて、まだなんですけど、でもお名前はもう書いたんですよ。渡す用のサインをさせていただいて、そう渡したくて、そうっていう話をして、なんて言って渡しますかっていう難しい質問いただいて、あのね、佐藤さんで、小田里奈さん推しなんですかね、ファン。もう渡すつもりだったけど、こういう道好きなんだよなっていうのがぎゅうぎゅうに詰まってた。写真集、バンドさんやアーティストさんが宮島行ったとかお好み焼き食べたって言ってくれると嬉しくなる。わかる。だからさ、その土地その土地の MC とか大事なんだよなってさ思うんですよね。私は広島が好きじゃけそう思うかもしれんけど、お好み焼き食べたとか言われたらめっちゃめっちゃ嬉しいもん。だけど私も各地方行った時はなんかね、ひつまぶし食べましたとか、明太子食べましたとか、ラーメン食べましたとか、海鮮最高とか言いたいなと。さらはちゃんが面白い存在としてアピールする。ハッシュタグつけるとかける文字数減るから、確かにね。明日のオンラインサイン会は何時開始ですか？申し込んでくださった方の方にメールで お届けするらしいです。お得意のご飯 MC、 まあ確かにね、確かに STU って食べ物の話ばっかだなって思った時あった。でも嬉しくない？バーテンペイジさん、そうまだやって私は卒業したらサインを変える予定なんですよ。もう次のサインも考えてるんですけど、どうサインしたらいいって言って、どっちのサインがいいって言ったら、今は今のサインで、次のサインはまた色紙を持ってきますって言ってた。そらちゃん
今のサイン持ってる人貴重だね。ねえ、今日の貴重なだと思います。次の新しいサインがもらえる日が一になるのかね。4月からはニューサインで始まっていくから、私新しいサインも欲しいな。かっこいいですよ。早く書けるように考えてるの。そう、そういうわけでもないんですけど、なんかハートとかウサギとかちょっとアイドルだなって考えて思ったので、今のサインのデザインは道場です。そう、スクール生時代はアクターズのね、あのまあスクール生時代も漢字とかあったんですけど、基本はローマ字でみちゅって書いてたんですよ、スクール生時代で。あのこの STA に入ってからはひらがなにしたんですよ。そう、もうできてる。また次はローマ字でもひらがなでもないものになります。そうそう。でもウサギのサインってさ、目目口ってさ書かんといけんから、意外とね時間がかかってたんですよ。なんか審査員が早くて書いてみたらね、今のサイン可愛くて愛着あります。ほんと？スラスラ書いてて見とれてた。確かにあんまり最近は見ないですね、目の前でサイン書いてることって。じゃあ今日はこういう話をしちゃったからさ、皆さんに私がサインを書く音を聞かせてあげます。いくよ。何秒か数えてって。ちょっと待って。ね。オッケー。いきます。いくよ。はい。終わった。このサインはね、聞こえた？私はめっちゃ気に入ってるの。めちゃめちゃなんかねかっこいいんですよ。自分で考えたんですけど、だからなんかかっこいい時はこれにしたいんですよね。今でもさ、なんかアーティスティックって感じとか言ってハードル上がっちゃうかも。思いつくまで結構時間かかった。いや、どうやって思いついたんだったかな、ちょっと覚えてないけど、どうやって思いついたか。どうやって思いついたんじゃろ。なんかもうこれしかなかったですね。四角。四角です。どうでしょうか。そらはちゃんが審査員の話をちょっと前に言った。本当？ひらがなでいい角ぐらい。
地域変えるなら、そうそうそう、キちゃんたちの結婚式に出てきてびっくりしましたね。出させていただきました、ありがとうございます。友人代表スピーチを任せていただいてめちゃめちゃ嬉しかったです。サインはこれなんですけど、これ昔考えてたサイン、昔っていうか変えようかなって考えた時に、でもこっちもひらがななの、あの一画目の実の上をブイーンってしてるか、この実の下を大きくしてるかの違いのひらがななんだけど、そうそうそう、なんかウサギってちょっと子供っぽすぎるかなって考え始めた時に作ったのが下のサイン。そうなの、あゆみみたい、確かにサンフレッチェ広島っぽく書いたつもりなんですけどね、私は三本の矢みたいなの中から矢を、矢の活動はそうなんですよ。今村美月のままでニックネームは未知で続けていくんですかね、どうなんでしょうか、どうしたらいいんでしょうか。でもこれじゃないんだけどね、新しいサインは。うん、でもニックネームは何ですかってさ聞かれることあるのかな。別にね、いつでもいいと思うけど、新しいさサインが好きすぎて本当に早くねこれをねいっぱい書きたいんですよ。どうしたらいいかな。なんて呼べばいいかって聞かれない？聞かれるかな？だって私グループに入ったけんさ、みちゅにみちゅっていうのを考えてさ決めたわけじゃないから、なんかそのどうするのって言われても、このグループのために考えたあだ名呼び名じゃないしなって思うんですよね。もともとなんかそうそうそう、自分がもう最初はつを言えなくてつがちになって、みつきみちきみちだからさ、そうそうそう、な変えるとかなくすみたいな考えがなかったの、もともとパパからはミーなんだよね。そうミーよ、ミーミーミーごはんよって新しいサインもらえるイベントね、一日も早く SD が出たい。そんなことないです、
本当に早すぎてびっくりしてる。油断した時それ未知のとか言ってたよね。もうそうなんですよ。たまにね、おみっさんって、おみつさん、おみっさん、おみっさんって呼んでる気がする。石田のみなみがたまにね。みなみも結構ね、人のあだ名いっぱい作る系。私はひなちゃんにそうなんですよ。私はひなちゃんの相性めっちゃあるんです。ひなちゃんピヨピヨ、ナソナソピヨピヨピヨなそちゃん。ピオリン。なそなそ。好きなそ。なそ。全部本人に通じる？うん。まあでも見て言うけね。あのその人のところでさ、父の公式記念くじ引いて、間違えた、卒業記念くじ引いて C 賞があったり、道のパンフレット2つ。ミヒは見つけてて言ってるような、そう、石田の女神からはさいつからかさ、みなみんのこと石田の女神って呼ぶようになった。石田の女神からはなんか私が美月って呼んでたら嫌がる人が一定数いるって言ってた。皆さんはどっちですか？何も気にせん、嫌な感じにして面白がろう。本当に嫌だ。ミーヒン、ミーヒンって呼んだことないんだよね。みちゃんの見つけ水上は、お、みなみはちょっとね、からかいたくなっちゃうよね、みなみのこと。みんなもそうなのかな、きっとね。あなたにとって私もそうでありたい。こんばんは。ミーヒンはひなちゃんが言ってた。そう、葵ちゃんとかもミーヒンじゃないっけ。ミーヒン、ミーヒン、
千穂ちゃんは昔から千穂ちゃん呼び、千穂ちゃん、千穂ちゃん、そうね、千穂ちゃんは千穂ちゃん、千穂ぬ、千穂ぬとは言わんかも、ぬさんとか言ったかもしれん。ありがとう。こっち方行ったことないわ。石田の地方。みちはみちが一番いい。うん。みちしかない。こんばんは。それでは壇上を読みます。13位、高圭さん。12位、ブルーさん。11位、かつのりさん。10位、なべさん。9位、おさんだざむさん。8位、まさまささん。7位、なかやじさん。6位、スペクトルさん。5位、ズッキーさん。4位、うまちゃんさん。3位、なかんだいくさん。2位、ゆすひこさん。そして1位は、ドゥルルンジャジャン、昔からおじいさんでした。ありがとう、ゆすひこさん。そして秋ナンバー22位は、ドゥルルンジャジャン、とみこさんでした。ありがとうございます。仕事なんだけど始める。お、頑張ってお仕事。それでは皆さん、またお会いしましょう。お誕生日の方いない？お誕生日おめでとうございました。バイバーイ。